5億円の効果。本日朝ね、雨が大雨降ってたんでどうかなと思ったんですけど、上がりました。私の日頃の行いがいいからだと思います。はい、ということで湯布院駅の方にちょっとやってきました。これね、8年前に来たんですけど、ちょっとなんかね、つい最近来たような感じで記憶がはっきりしてるんですね。それだけ印象が深かったということですが、相変わらず綺麗です。その時はね、まだこのビデオがちょっとあんまり性能が良くなかったんで、今日はちょっと駅の方ね、ちょっと撮影してみたいと思います。あれ、アートね、アートだねもうやめ、ちょっとよくわかんないからね、なんかまだ朝早くて誰もいないっていう。はい、ちょっと馬車とかのね、出入り口がここら辺にあったりするんですけど、ちょっと今日は見当たらないですね。ちょっと湯布だけもちょっと隠れてしまってなかなか見えないんですが、まあね、雨が降らなかっただけマシだと思います。いろいろ駅回ってますけどね、最近どこもかしこも駅がすごくそのモダンになったというか、あれ、なんか新しい建物建ってな、あれ、ここはねちょっと温泉っぽく見えたけど、トイレですね。トイレがね、なんかこうのれんがかかって、ちょっと湯布院っぽくていいですよね。あ、湯布院の森号を発見しました。実際この湯布院の森号の様子っていうのは、確かね、前動画で作ったので、それをね、もう一回、なんだったらこの、ね、視聴者さんには見ていただきたいなと思いますけど、今日はね、外からのみ、ですね。8年前には絶対なかったものなんですが、これ何でしょうね。ギャラリー的なものがあります。スケルトンのエレベーター、あ、やっぱ旅行ツーリストインフォメーションだから、まあ案内状でしょうね。随分と綺麗になったもんです。こんなんなかったんですよ、はい。新女王で、これね、どうやら水戸岡さんが設計をしたものらしいです。あの木のアーチのとこなんかはまさにそんなような気がしますね。このエスカレーターかなんか、そのちょっとスケルトン化してですね、それまで白く塗ってアート化してます。窓枠の色と重なってすごく見た目もいいですね。はい、あ、あの2階、あのガラス張りになってるあの辺りから湯布岳がよく見えるということになってます。確かにね、このこっち側正面建物がない状態なんで、あ、見えるんでしょうね。なるほど、ちゃんと考えられてますね。で、こっちの窓からは湯布院の森号が見えたりするわけですね。ここですね、この辻馬車、ちょっと後で写真も覗けとこうかな。この辻馬車というのがですね、ここから発着してるんですけど、前回来た時はですね、1月だったので乗ることも見ることもできませんでした。11月までだったらやってるようなことが書いてあったので、もしウィンターシーズン以外であれば辻場所もね、体験してみるといいと思います。これ駅前だけでもですね、随分とこう長い時間が過ごせるというか、だからですね、いきなり来てここに入るよりかは、1泊2日であれば他を全部回って、帰る日にちょっと、まあ、10時ぐらいから空いてるのかな、やっぱこの辺のお土産を買うっていうのが一連の流れとしてはいいかもしれません。でその時にこのあの建物ですね、3億円かかったと言われている水戸岡デザインのあの建物から、まあ、湯布岳を見て旅のね、思い出になさるといいと思います。係の方から聞いたんですよ、この駅は2億円、それから隣のあの建物これですね、あれは3億円かかったということでした。つまりこの2つの建物で合計5億円もの資金を投じてですね、建てられたという素晴らしい芸術的なこの湯布院を象徴するものが出来上がったということになります。はい、ちょっとね、今回この GoTo トラベルでもらったんですね、このクーポンをですね、これいいですね。もうほとんどお金と同じように使えるんで、これなんとですね、私今回1万3000円分もいただいたんですね。お土産はもうこれで全て買えて、さらに余りあるのでですね、この余るとコンビニでも使えるらしくてですね、県内であれば本当これね、本当裏技的な感じでいいですね。宿
宿泊費もすごく安くて、さらにこの券までくれてね、ほとんど、うん、お金かかんないですね。ということでここでたくさん買い物したいと思います。GoTo トラベル復活して FIN 駅も人だかりがまた増えるといいですね。